はい、こんにちは、ケンケンです。今回は私、鳥好きが鳥のいる静岡へ、やってまいりましたので、ちょっとした動画にしました。今、これアテレコでね、現地で撮った録音ではなくてね、申し訳ないんですけれどもね、アテレコで、解説させていただきます。今は新横浜から静岡まで行く、新幹線を待っております。もうそろそろ来るかな。確かこだまっていうやつですね。私こういう系の動画撮るの珍しいっていうか、ほぼ載せたことないので、旅動画みたいな、だからもうガッガタガタのごってごてな動画になりますが、ご理解いただけたらと思います。画質も、安いスマートフォンと、1つ3000円くらいで、通販で買った格安のマイクで、撮っております。これは新横浜から静岡までの切符ですね。本当は掛川っていうところまで一気に、新幹線で行けるから行きたかったんですけど、予算的にね、そんなにちょっと贅沢はできないかなということで、静岡まで行って、そこから先は在来線で今回は向かいました。静岡の、これは熱海あたりの、山々ちゃんが見えますね。はい、向こうの方に、拝見できます。めちゃくちゃこの日、コロナにかかってしまった後でね、久しぶりに一人の足で、なんとかこう、小旅行に向かったところですので、結構ね、胸は高鳴ったんですけれども、まあ、体はまだちょっとこれを撮った時はね、本調子ではなかったですね。掛川駅です。これが掛川駅の駅前ですね。初めて来ました。静岡ってめっちゃ広いからね。東の方の沼津とかそこら辺までなら行ったことあるんですけれども、掛川駅っていう西の方まで行ったことはないです。掛川はかなり静岡の中でも西の方に位置するんですけれども、ね、ただ静岡は、どこ行ってもとても自然が豊かでね、風景がよろしくて、変わらないというか、いい意味でね、どこへ行っても同じようなこう景色がね、広がっていて、すがすがしい、良い県でございました。はい、で今回向かいますのは、見てください、すでにこんなところに鳥がおります。この鳥の落書きは、まあこれは落書き、いや落書きじゃないのかもしれないけど、ね、掛川花鳥園、これを暗示してのちょっと絵だったのかわからないんですけどもね、こんな感じで掛川花鳥園というところに今回来ました。鳥さんのね、こんな写真がいっぱい載ってて ね、わーっとこんな素敵な写真がいっぱい載っております。ただですね、あ、これね、これ見てください。このハシビロコウが、ここのね、アイドルの双葉ちゃんっていうね、ハシビロコウがここにいて、その子が看板娘みたいな感じなんですけれどもね、私ニュースでは見たことあるけど、双葉ちゃんね、見たことのなかったからね、この日見れると思ってたんですけど、ただですね、はるばる神奈川からやってきたのにもかかわらず、私ここが何時までやってるかっていうのを知らなくて、まあ6時7時くらいまではやってるだろうという前提で適当にね、飛び込みで来ましたら4時半には終わるということで、ちょうど着いたのがもう4時ちょっと前くらいだったんですよ、やっと、ね、そのせいでもうこの日は急いで、ね、そのことを知らなくて、30分ちょっとくらいで全力で回るっていう大失態をね、犯してしまいました。うん、で、袋がこんな感じでね、象が迎えてくれてからのこの鳥、はい、見てください。これ入り口近くなんですけれどもね、いろんな白フクロウとか、すでにね、いろんな素敵な猛禽類たちがこうやって出迎えてくれました。こっちを見てくれましたね。めっちゃカメラ目線で、この子はカメラ目線ではなく、なんて言うんですかね、この動きは、青空
青空目線ですね。この子は青空目線でございます。青空を仰ぐ目線でございますね。はい。でからのペンギンちゃんです。とっても可愛いですね。可愛かったです。このペンギンちゃん自分の体をね結構カイカイしてたんですけど、こんな感じで水の中でそのままね描くんだなペンギンって思って、この時ね意外とそれになんか地味なところに衝撃を受けて、動画を撮りました。この時は、はい、からのこれです。とっても綺麗ですね。掛川花鳥園っていうテーマパークは、ね、名前の通りお花も結構メインで扱ってて、こうやってメインホールにね広いホールに入っていくとお花がいっぱい、綺麗なお花が飾ってあるだけでなく、こう売られてたりもします。サボテンとか植物系がね自分で買うこともできると。でここにもまたね鳥系のちょっとしたこんな、グッズがお庭とかにね置ける銅像みたいなのが置いてあります。で真ん中に机とかがあって、そこでね食事ができると。はい、ご覧の通りね、大変申し訳ないんですけれども、再度申し上げますと、ひどいガタガタ用ですね。手ブレ補正とかも一応つけてたと思うんですけど、これは文鳥です。文鳥の、銅像ですね。これめちゃくちゃでかかったんですけど、見てください。口の中めっちゃ歯がちゃんと中まで作られてるんですよ。文鳥って中に 歯がいっぱいこう生えてるんですよね。なんかさすが恐竜がね、鳥は恐竜が先祖なだけあるってことで、はい、からのここは鳥と触れ合える、場所になります。さっきのねお花のところのさらに奥を行くとこんな感じで鳥さんがいっぱいいて、この子がもうめちゃくちゃ可愛かったんですよ。この白黒の子が、この細い足、この細い足と体がすごく魅力的で、私こういう細い系の鳥も結構好きなんですよね。詐欺みたいなね、なんでそんな細い体してんだっていうことで、見てるだけでもちょっとね面白いなって思ってこう見ちゃうんですけれどもね、こんな感じでいろんな鳥がいるんですけれどもね、なんか後からこれ知ったんですけれどもね、なんか普通に触ったりとかなんか触れ合うこと自体はできるらしいです。実際みんなすごくよく慣れてて、向こうからねこう近づいてきてくれたりとかもしたんですよね。だからすごい鳥と触れ合えるっていう面ではこの掛川花鳥園はすごく力を入れてるっていうことになりますよね。うん、鳥好きにとってはもう素晴らしい天国のような場所でした。でからのこのキジさんですね。キジっぽい感じの鳥ですよね。これは色がね普通のキジとはまた違う別の種ですけれども、で見てください、ほらこうやって寄ってきてくれた子がいるんですよ。めちゃくちゃ可愛くないですか。もうありがとうっていう言葉だけが出てきましたこの時。この子たちもオニオオハシでしたっけ、ちょっと名前忘れちゃってね、名前が私すぐ出てこないタイプなんですけれどもね、この子たちもすごい可愛いです。すごく可愛かった。なんかこの子たちとも触れ合いみたいな、なんか手に腕に乗せたりとかはね餌をあげたりとかできたと思います。あとこの鳥はね結構レアな鳥で、なんか九州の方にもいるらしいんですけれども、国内ではかなり数が少なくてレア鳥らしいです。カードで言うならね、SSR みたいな感じでしょうか。そんなねレア鳥を見ることができてよかったなって思います。からのこの子は生地っぽい感じですけどね、黄金の頭をしてます。すごい華やかということで、次はエミューをちょっと見たくて来たんですよね。ここ本当は触れ合いの場なんですけど、まあ時間的にはもうやっぱり終わっちゃってて、ただエミューを私見たことがなかったので、一度はちょっとこの目で見てみたいということでね、急いでこの、エリアに来ました。でご覧ください、いますね、おります。あそこにでっかいのが、まあ確かにね実際見てみると大きかったんですけど、ただダチョウのサイズよりはちょっと小さめなのかなとか、そんな印象を受けましたね。ね、本当はなんかねいろいろ
一緒にできるのかもしれないんですけれどもね、ちょっと今回は、見るだけになってしまいました。足がね、すごく原始的というか、やっぱり恐竜みたいな足をしてて、迫力がございましたね。で、からのこちらではね、ヘビクイワシですね。ヘビクイワシっていう鳥がいて、世界一美人な鳥みたいにこう紹介されてたことも、ネットであったと思うんですけれどもね、ヘビクイワシさんがいるところもありました。こんな感じでね、ここは本当にレアなこう鳥がね、たくさんいる場所ですので、レア鳥に興味がある方はぜひ行った方がいいと思います。私も今回はもう4時半でね閉店しちゃって、もうすごい悔しい思いをしたので、絶対にまたね次行きたいなっていう。なんかちなみに、入場料がね、大人で1800円とかだったと思うんですけど、ただなんか年パスが ありまして、ありがたいことに。でも年パスはなんか7000円台とかで買えたと思うんですよね。うん。普段はね、1800円で、まあまあする値段なんですけど、年パスが随分安くて、すごいなって思いました、ここは。もう年パスね、買っちゃおうかなとも思ったくらいなんですけれども、ただちょっと場所がどうしてもね、私は、神奈川に住んでおりますので、ちょっと静岡までね、はるばる来るのが大変だから、ちょっと今回は、まだ年パスはやめておこうということでね。ただまた絶対に来たいなって思ってる場所ですね。まあ着直したいなみたいな感じで。で、最後に猛禽類がね、こんな感じで、最後まで、お土産コーナーの近くでしたね、これは。おりました。へって言ってる、猛禽類です。この子はずっとへって言ってました。なんか芸人さんみたいですよね。この子はちょっと顔が見づらかったから、顔が見えるようにこう、この柵の隙間を狙ってこう、顔を見ました。こうやって、こんな感じで。この子はハリスホークですね。ハリスホークって結構 YouTube とかでもね、なんか飼育してる方がいらっしゃってね、私は見たことがあります。ハリスホークさんがここはね、3匹もいらっしゃって、なんかハリスホーク推しのパークでしたね。まあ確かにかっこいいし可愛いですからね。からのなんかよくわからないところに止まってた超原木。はい、こんな感じでね、テーマパークすごいなんか緑豊かでね、いい環境の中でこう広々と佇んでる感じのところでね、なんかいるだけでも結構癒されました、ここは。あとこれ見てほしいんですけど、ヘビクイワシのこの写真めっちゃ面白くないですか。なんかヘビと戯れてるみたいな、なんかショーでやるみたいですけどね、こういうのもね次はもう必ずちゃんと見たいですね。で、なんかね、鳥キャラのご飯を食べられるところがあったり、あとこうやってお土産屋さんがあったり、お土産屋さんもね想像以上にね、品数がとても種類が多くてですね、すごいまんべんなくいろんな種類の鳥さんのぬいぐるみがあったりとか、グッズがあったりとかして大満足でしたね。これとかほら、ヘビクイワシのお守りですよ。なかなかこんなのね、ないですよね。他のところで売ってるところあるのかな、これ。すごい面白かったですね。私が一応ね、今回買ったお土産はこんな感じです。この鳥ジャンキーズっていう、鳥をテーマにした漫画なんかね、鳥好きさんのために、すごいいい、面白い漫画だったんですけどもね、こんなのあるんだって後から知ってね、2巻まであるんですけど、2冊とも買ってしまいました。あとはハシビロコウさんのねぬいぐるみも後でちょっとこうやって追加したりとか、あとはハシビロコウのクッキーとハシビロコウのボールペン、ハシビロコウ尽くしですね。なんかハシビロコウに会えなかった怨念が溜まってるようなお土産になってしまいましたが、あとすいません、これアテレコ中なんですけど、周りに鳩を2匹飼っておりますので、声が今ちょっと入ってすんませんでした。で、からのこれね、最後もう閉店だから、もう菌類たちもね、私の方を最後の方はもう見てくれませんでした。お前後から来たやつだろうって分かってるんですね、きっとね。だからもうね見てくれませんでした。わかります、気持ち。私も仕事がねあと10分くらいで終わるっていう時は、ああやってもう帰りたいモードのね状態にしかならないので、気持ちはよくわかります。
はい、ということでね、今回はこれくらいしかね、紹介できなくて申し訳ない。またなんかじっくりと紹介できたらね、ぜひまた来たいところだなって思っております。掛川花鳥園でした。すごい満足してね、ちょっとした短い時間でもね、それでも楽しかったです。白黒ちゃんたちとかハシビロコウとか、あと静岡なので帰りにわさびを買いました。ということで、ご視聴ありがとうございました。